タイガです。皆さんこんにちは。今回スペシャルゲストが来ました。ピロシキのブラスです。チャオ、ピロシキズのブラスです。かわいいですいや、なんか久々に見たけど相変わらず大きいおっぱいやな。いや、多分アレちゃんに慣れてるから。はいはい、アレちゃんに慣れてる。いきなりアレちゃんの悪口やん。見えるんだけど、おらんからって。いやいや、そんなに大きくないそんなに大きくない。いやいや、大きいよ。みんなあんたのおっぱい見るためにみんな見てんねんで。そんなことないよ。サムネイルとかさ、つってるやろあれ。サムネイル、ありがとう。もうびっくりしたで、なんかあのパスタ食ってんのにもうこのおっぱいの見えるアングルで撮ってるから。もういや、それってさ、男の幸せだよ。ほんと認識してんのかよ。わかりますよ、その気持ち。私だったらわかります。いやいや、今後もぜひ続けてください。ほんと、ありがとう、うん、で、今回なぜ一緒にいると、うん、実はね、アレちゃんにドッキリ動画をしたいと思います。キャーそうそう、アレちゃんが俺にドッキリ結構何回かしてんねん。急におっぱいが大きくなるドッキリとか、タトゥーを入れるドッキリとか。それってさ、必ずフェイクってファイブでしょ。ん、大きくするってさ。ねえ、だから悪くもちろんもちろん風船も入れました。風船も入れてどんどんでもそう、あの、確かにアレちゃんにドッキリしたいんだったら、あの、彼女ってでさ、お化け見えるでしょ。なんかそう、結構ね、霊感があるとか、なんか何でもお化けがこう怖いとかってやるから、今までドキリされてばっかりやったから、ちょっとしてやりたいなって。仕返し、もうだから、わーってさせたい。いやいや、だから呼んだね。そう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 。いや、で、今回はちょっとね、はい、もう用意してあって。あ、本当だ。今回はこれ、これ知ってる？知らない。これはコックリさん、お化けを呼ぶやつやねん。そっか、お金持ちになるもんじゃないの？違うの、お金持ちが。こんなん10円じゃお金持ちだこう指を置いて、こう、こう、なんか、わかるやろ？あの、アニメで見たことある。そうそうそう、それをやんねん。で、まあ、結構ガチでよくお化け来るみたいに言われてるやつやねんけど。マジか？そう。で、それをやってる間に、ゆりこタイガーが、なんか、お化けとしてこうさりげなく出てくるみたいな。あはー、そういうドッキリ。そうそうそう。今回の作戦は、こっくりさんをするという嘘企画の撮影中に、カメラの後ろの暗い部屋に隠れたお化けゆり子が出ちゃいます。で、ちょっとまずな、もう隠しカメラを用意してあるから、どこかわかる？わかんない。わからんやろ。わかんない。ちょっとね、まあ、ちょっとまずスタッフがおんねんけど、ね、ちょ、変態スタッフです。変態スタッフじゃねえんだよで、カメラはまず私たちを撮ってるカメラがここ。ほんで、ここでこうやりますと。ね、ほら、おっぱいさらして、ちゃんと。やめんなーで、隠しカメラがな、あるのが、なんと、ピヨ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 、このテレビの置いてある下の台の、どれや。あ、これや、これこれ。あのさ、やだね、それ。これ見えるやろ、全部。私見えない。やったー。多分ほら、そう、これもここやったら、もうこの私の股間を通り越した先に、このちゃんとゆりこの胸もちゃんと映ってる状態。やめてよ、そうねで、私たちがここでやってる時に、ゆりこタイガーはあの奥の部屋をシュッて横切ってもらおうと思ってね。お化けの格好して、クローゼット、あの、クローゼットも金魚クローゼットだね。そう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 。ここです。そう、ここの中に待機してもらって、ほら、もうここにもカメラ置いてあるから。そう、ほんで、ここで自分が、ね、見て、耳を触ったらラップ音鳴らして、うん、これ、これで、これで、これね、ちょっと待って、今入れます、せーの。そう、急に、そしたら、え？みたいになると思うから、うんうんうん、そう。ほんで、その後な、うん、一応隠しカメラここにもあります。ここにも、すごいちっちゃい。そう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 。まあ、ただここにアレちゃん入ってくることないかなと思うから、これはまあ、もうこの絵を写すためだけやねんけど。だから、ここからちょっとあとは歩く、ね、そう、こうシャーって歩いてほしい。そう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 、ちゃんとお化けの歩き方があるから。そう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 。まあ、そこはちょっとゆりこタイガーのね、あれにお任せすんねんけど。ただ、あの、さっきはね、あの、見たんだよ、衣装が。衣装？そう、サマルの衣装。そう、あの、サダコみたいな感じ。あ、サダコ。え、サダコ？サダコちゃん、あれ。え、イタリア語はサマルって言うんだ。え、
やっちゃサマラじゃないの？イタリア語でサマラが多分日本語だとサダコ。違う。なんでだろうね。そう。なるほど。ほんであとこれをやってる最中にそのラップ音を投げてほしいときはこうやって耳をこうキュッて触るから、うん、そしたらあの、うん、はい。ほんであとこのここにスマホ置いてあるから、うん、このスマートフォンに非通知で電話かけてほしいの。いきなりで、もうスタッフのやつにちょっと派遣となんなんっていう感じでやるから、まあでもなんか非通知でかかってきたわみたいな。電話かけてほしいときは、はい、鼻の下触るわ。あ、なるほど。鼻の下触ったら非通知で、これ触ったらラップ音。了解。で、なる横切ってほしいときはなんか、お腹すいたとか言うわ。お腹すいたとか、あ、お腹すいたか、お腹なったか、どっちかを言う。ずっとお腹すいた、お腹すいたって言ってたらおかしいから、いい、ね、お腹すいた、もうお腹なった、なんかその、なったとか、まあよかったら例えばこうしたら私はわかるよ。あ、これでもいいか。じゃあこうするわ、こうしたら、あ、こうじゃなくて、ちょっとこれ、わかりやすすぎるからこうみたい。あれ、ちょっと太った。まあこの辺触ったらってことでいいかな、はい、もうまたそれただ単に自分のおっぱい見せたいだけじゃん。そんなことないよ。そんなことない。注目させたんやろ。じゃあイタリア語でおっぱいってなんていうの？テッテ。で？テッテ。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 あ、ロシア語だとティティキっていうの。ちょっと似てるな。似てる似てる。テッテ。でもさ、なんで日本語おっぱい？でもいつも。おこがあってさ、ちょっと。おっぱいの形してるから。いや違うな。おっぱいでもなんでおっぱいなんやろね。なんかでもさ、パイパイから来てると思う。あ、パイ。おパイパイみたいな。パイ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 。だってテッテもなんかこのテッテやん。あ、そうだね。ほんでティティキもなんかティティみたいな。でパイパイやねん多分。そうそう、ワン。もうなんかこの多分パイパイみたいな。パイパイ。そっからおっぱいなんちゃう。おっぱい。だから私はそうおっぱいだ。おお。もう自分で認めし。旬だ。おものか。いや、アリちゃんよりはね。めっちゃ言うやん。はい。ははあれ、私のこと見える？見えないよね。見えない、見えないよ。ということで今ゆり子貞子になりました。でこんな感じして、ではい、いきます。携帯向こうに忘れた。ほら。ごめんなさい、ごめんなさい。もうバレそうだった。やばいやばい。はい、もう一回いきます。はい。あ、ごめん。あ、もしもーし。もしもし。なんか息遣いが激しいけど、もしもし。言った。ほんで。なんかな、もう人生山あり谷ありやし、どうしたものか。あのさ、わかりすぎる。もう人じゃん。言うじゃんっていうか、もっと暗くないときつい気する。6時にはもう暗くなる。暗くなる？まあでもどうやろ、あれちゃん、わからんかなこれ。わからないと思うよ。ということで、こんな感じでいきたいと思います。やべ、なんか飛んだけど。いや、ちょっと待ってくれ。そう。ほんで、この後、本編、はい、本編のあれちゃんがこの後もう来るから、もうすぐ、そう、その本編はピロシキーズの方の動画に載しますんで、はい、まあ、なんか下の URL とか、あ、そう、ここにありますので入れてください。スタッフお願いします、はい、ぜひチェックしてください。はい、ちょっとお化けとして頑張ります。
これさ、この、これは、これスタッフさんが書いたやつ？はい。うん、見て、この、下手じゃないこの、こういう。私もね、日本語上手いなって思った、今。ほ、ほんと。これなんでこんなのだけでかいのって。なんでちょっと。のになみなみならぬ思いがある。ちょっと待って、一個の質問したいんだけど、これは関係なくてさ、うん、スタッフが日本語上手かどうかってさ、ブラスって、お化け信じる？あんま信じてないかな。あんまり信じてないか。あんま信じてないけど、まあまあ、でもなんかそうかなみたいなことはあったりはするけど、なんか分かる、半分半分。半分半分か。なんで？難しいな。いや、だってさ、最近私の家にもお化け見ちゃったからさ、うん、ちょっとね、怖いなって思って。へぇ。そうそうそう、だから自分も今怖いなって思ってた。自分も怖いな。自分も怖い。まあ、はい、ちょっと楽しみやな。はい、ということで楽しみです。行ってきまーす。えい、えい、おー。知らん。えいえいおーって言うね、みんな。なんで知らんか。知らねー。いろんなイタリアとかの文化って面白い。